ミルクサッカーアカデミーのメンバーでございます。ノーミルク佐藤です。どうもよろしくお願いします。お願いします。ザ・エンターペースシリーズでございますが、先生今日は FC 岐阜の2016年でございます。はい、というわけでございましてね、はい、どんな成績だったんでしょうか。この年はこの年は、まあ、J22 チーム中20位の成績で、はい、得点47、失点71の得失マイナス24という、結果でした。なるほど。順位的には2015年と同じ順位ということになりますね。そうなんです。はいはい、ただ問題があったのが、途中で、はいはい、ラモス監督が解任という形になってしまい、まあ、これ夏のことでしたね。で、後任にヘッドコーチの吉田圭さんが昇格したというありましたね、はい、それが2016年のこと、うん、吉田めぐむさんかすいません、はい、はい、でございました、うん、なるほど。まずちょっとメンバー見ていきましょう。わかりました。こちらでございます。ドン、こんなメンバーで戦いましたと。はい、はい、ここら辺になってくると、まあ、最近になってきたってこともあるんですが、実は、はい、あの岐阜の一つの形が見えてきたっていうようなシーズンでもあったりしたんですよ。なるほど。はいはい、今までこの岐阜って、まあ、もちろんねこの J2 で、うん、まあ、約10年ぐらい戦ってきましたけど、はい、まあ、正直、まあ、ここまでも触れてきた通り、うん、お金があんまりないっていう、結構ピンチなね、あのニュースとかありましたけどね、うん、はい、そうなんですよ、はい、ただその代わり、うん、J3 ってものができてくれたおかげで、はい、2014から、はい、岐阜で活躍した選手たちで、うん、その後移籍した後の J2 の他のチームだったりだとか、あとは J3 の主力になっていることとかかなり多くて、うん、はいはい、で実際今度今のこの、ね、世代の若手、この年代の若手見てみても、うん、例えばゴールキーパー、まあ、ベルディからレンタルで来てたこれポープ・ウィリアム選手、はい、今この2020年に置き換えてみたら、うん、パチジアーノ岡山のスタメンです。おお、はいはいはい、だし、まあセンターバック甲斐健太郎選手に関しては今は岐阜でね、うん、もう不動の主力になりましたけど、そうね、うん、とかあとその2つ上にいる田代正也選手、はい、今栃木でね、ああ本当ですよ、もう絶対に主力になってますし、はいはい、あと中盤なんか見てっても風間光也選手、うん、今琉球でスタメンじゃないですか、はいはい、だけじゃなくて今度風間選手の下には水野大輔選手、こちら藤枝ですね、うん、そうね、さらには風間選手の隣には田中達也選手、はい、そうでした。熊本からレンタルかなって来てましたけど、はい、うん、で結局今大分のスタメンですからね、今まさに活躍中ですもんね。そうなんですよ。おお、そうですね、確かに、はいはいはい、なんかお金ないからこそ、うん、大卒ルーキーの選手とか、うん、もしくはあの他のチームからのレンタルで借り受けるってことが多かったっていうチームではあるけれども、はいはい、もしかしたらそれって自分たちで抱えてないじゃないかとか、うん、いい選手取れてないんじゃないかっていう言い方ももしかしたら回り方もあったかもしれないけど、うんうんうん、逆転の発想ですよね。だったらそこをうまく活かせば何ができるんじゃないかっていうのは、育てるってところにシフトできたのはこれ良かったんじゃないのかなと思いますよね、うんうん、こう見てみるとね、はい、はい、それがさらに翌年1個プラスアルファのことが起こってくるわけでございます。何なんでしたっけ、それは。何でしょうね。見ていきましょう。いや、続きは明日ということですけどね、はい。次回ということでございますね。はい。はい。ザ・データベースシリーズ各チーム、毎年1年ごとの歴史をですね、振り返るシリーズということになっております。ぜひチャンネル登録して、他のチームも覗いてみていただきたいと思います。お会いします。それではまた次回お会いしましょう。ミルクサッカーアカデミー、井上馬でした。ノーミルク佐藤でした。今日もありがとうございました。それではまた。ありがとうございました。